はい、どうも、ヘイさんです。パワプロ2020栄冠9実況始めていきたいと思います。はい、では7年目、まあ6年目なのかな、まだ。6年目の終わり、3月18日からやっていきたいと思います。はい、では春の選抜ですね。試合前で、次は前評判 C となっております。でですね、地域の選手がね、ナグオしかいないんですよ。なので、まあ、山本も打ち気なんですけど、全然意味ないんで、ナグモしかいないし、山本普通になってんな。お褒めしなきゃダメですね。もう2人ぐらいは欲しいんですよ。なんで、変えていきましょう。チキ、よし。じゃあ、レギュラーの2年。吉川かなぁ。城島にするか。キャンチャ。チキ、オッケー。まだあるから、あと5個あるんですよ。そしたら、でももう2年になるしな、1年生、打ち気いるの ?1 年に打ち気がいねえ。置いとくか。こんだけいればいいやろ。そして山本に、お褒めだけ使って。よし、行きましょう。大会へ、いざ。出陣じゃ。どうかな。甲子園だからな。うわ、吉川で行くか。南雲、南雲かな。南雲にしとこ。打ち消し。角田調子悪いな。角田調子そこまで悪いんなら無理に出さなくてもいいんで、ショート正田ができるかな。ちょっと守備力落ちるけど、いやー、やめとくか。打順だけ変えろ。こうしよう。OK、行きましょう。守備力落ちるのはちょっとあれなんで、調子に守備力は関係ないと思うんだよな。船橋水産相手に頑張っていきましょう。一塁側大阪代表西の横綱高校チーム、三塁側千葉代表船橋、憧れの舞台でひたすら勝利を目指します。よし、大丈夫。はい、そこまで強くない学校なんでいけるんじゃないか、多分。噂はか佐々木からか。全員転生プロやん。寺島、深瀬、中道、山地、近沢、近藤、二宮、磯田、岸里、小坂は違うな。福浦はそうか。ロッテ、福浦、宇野、中日、新谷。転生プロ多いですね。でも転生プロじゃない方が敵としては強いんだよな。バカみたいな能力値なんですよね。1番バッターは足、吉川足、速いけど、ちょっと待ってね。肩 D。送球は D。いけるかな。行ってみるか。行ってみよう。よし。よし、そしたら、セーフティーバント。行きましょう。仕掛けていこう。うわー、下手くそー。スリーバントいこう。スリーバント。オッケー、決まるんちゃう？はい、オッケーです。もう確実に勝っていかなきゃいけないんでね。ノーアウト1、3塁で1点かよ。もう一丁いきますか。これ決まったら満塁よ。お、決まったんちゃん。はい、オッケー。足の速さっていうのは正義です。おい、満塁やったのに。入らんのかい。ノーアウト。もうセーフティー地獄で。いやー、やりすぎ。それはやりすぎ。うわぁ、そうそううまくいかないですよね。オッケー、1、2塁。古賀。チャンス B だか C だかの子が、いやーダメだ。インフィールドだ。おっと落ちないかな。山本頑張ってますね。山本が頑張ってくれてる。防御率も良くなってきた。よしナイス。伸び A になりましたからね。やっぱ伸び A のピッチャーってすごいんですよ。センター返し行こう。ナグもお前ならできる。ラッキーボーイやったな。いやーダメダメだ。塩味も打率やばいっすね。うわノーアウト1・2塁。それはゲッツシフトにしておこう。ストライク取れ。オッケー。あーセーフか。前進にしとくか。よし。うわセーフか。セーフか。無理してゲッツー、無理してあれせんでよかったのに。ゲッツーでよかったのに。そういう切り替えみたいなのは判断はできないんだろうな、やっぱりコンピューターには。この1番を抑えて、オッケー。怖い怖い。1点差や。点取ってくれ。角田。絶不調角田。ファイトいっておこう。セーフティーしとこう。送りバントや。オッケー。山本はどうしようかな。ラッキーボーイ使っとくか。阿部比。ミート D やで。うわ痛烈。痛烈やけど。吉川足速いから、セーフティー決める。オッケー、オッケー、いいとこ。オッケー、余裕。悠々セーフ。セーフティーじゃあ、スタートが遅れるんだよな。スクイズ3やしな。引っ張れ。オッケー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 。帰ってこい帰ってこい帰ってこい。オッケー。ここで遠山。うちの遠山さんが決めてくれますよ、試合を。絶好調遠山さん。おーいおーい。魔物や城島。一旦でもいいや。ツーアウトやし。いや、いっとくか。さあ、相手にとって怖いのは甲子園の魔物。セーフティー。浮かしたねー。オッケーオッケーオッケー。もう、ここで。稼げるだけ稼ごう。さあ、持ち前のファイトが全面に出てきました。セーフティー。細いけど、わーうちダメか。道原下位打線は打つしかないんです。打たしてください沢崎さん。沢崎ってセーブやったっけ。うわおズバッと決められた。引っ張れ。いやーセンター返し。いいくそ。守備交代していきましょう。ショート、いや、ファーストにしよう。岩尾、鈴江。サードも変えとくか。伝令しとくか。球数少ないね。すごく盛り上げて、で、すごく励ましておきましょう。スタミナもそんなにないはずなんで、打たせとろう。1回戦、無事に終わろう。よし、変わったところに飛ぶよね。若尾をレフト。栗はサードに入れましょう。武田ちょっと後にしようかな。出して取れ。由伸頼む。由伸じゃないけど由伸頼む。はい、オッケー。あと1人。100球超えたら不安ですね、やっぱり。外野、若尾と変えて、これで外野はしっかり、守備は大丈夫。外野に飛ばされても大丈夫。オッケー。絶対踏んでよかったよ。渡さんでよかったよ。はい、オッケーです。まだね、効果を歌いたいなと思うんで、優勝まで駆け抜けていきましょう。うん。オッケーオッケー。富山ミート S まで来た。蝶の祈りになれ。よし、山本が蝶の祈りをでかい。で、まあ、体力回復でもしといて。お、来た。まず機材で T 取らないといけない。で、新入生の履歴書も欲しいんやけど、来年のためにね、黒土欲しいんですよね。重要なんじゃないかなと思うんで、甲子園の土1個買っとこうかな。で、やめましょう。お、春初勝利。ラットマシン。いっぱいくれるね。でも T なのよ、今ないのは。甲子園の土と T。オッケーオッケーオッケー。これで、91まで来てる。いいね。したら、次は、B か。怖い戦いが続きますが、行きましょう。伸びえ切れ丸やから山本が夏の甲子園で勝った相手です。じゃあ向こうは燃えてるな。南雲行くぜ。よし、山本は長野祈り、角田は前よりましですね。相手の4番でもダメや。一丸となって頂を目指します。山形。あ、戦いましたね。準決ぐらいで戦わんかった山形って。強かった気がする。強かったよ。見ましょう。大事なのはキャッチャー。相手の。まず和田、松浦、露木、小沼。山形出身の選手が確か全然いないんですよね。中田とか違うよね。大脇、松藤やばいな。375個でも。山地がえぐい。広川、広瀬。広瀬は片 C の早球 D。うん、別にいなそうですね。天性プロは。OK。では、行きましょう。打っていこう。ちょっと待とう。2球待とう。球数投げさせた方がいい。エースには。OK。で、ここで、ここまで来たら、ここでセーフティーバント。OK、いえ、やらしい。やらしいバッティング。OK、2点取ったよ。ボール。ストライク。うわ、空振り。よし。間に合うんじゃね？無理か。オッケーオッケー。抑えてる。球数投げさせてる？ちゃんと。投げさせないとダメよ。ストライク先行やな。うーくそ。球数投げ出した。うわー、点取られた。やっぱり強い。引っ張り。盗塁したんかな。うわー、厳しい。うわ、あかん。全然あかんわ。ふう。あ、励ますがない。数字しかない。出して取れ。よし。うわ、まずい。オッケー。危ねえ。今抜けたら1点やったかもしれん。山本、送りバント。よし、うまいよ。オッケー、それた。これでけえよ。1番に戻るでしょ。よしか。スクイズ決めよう。待て。よしよし、警戒してるな。警戒してる。よし。もう一球待とう。警戒してるね。よし。ここで行こう。スクイズ。よし、よく当てた。二塁ランナー内緒やねん。二塁ランナー内緒やねん。こいつは早く下ろしたいんで、無事抜いてやるのが一番なんやけど、うわ、三振かい。お、富山魔物持ちなのね。富山なら当てれる。富山？オッケー。いい当たり。追いついても魔物よ。よし。追いついても魔物よ。はい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 。はい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 。4番城島。無理して魔物掴んでいいや。流し打ち。疲れてるよ。オッケー。あーかーん。オッケー、いいよ。いい当たり。はいんちゃん、はいんちゃん、はいんちゃん。オッケー、ナイス。ヘロヘロやったもんだって。相手のピッチャーヘロヘロやった。ちょっと待って。すごく盛り上げとこう。そして、的確に助言してから、守備交代。鈴江と川内は出しましょう。んで、クリアもサードに入っても問題ない守備力。で、正田も、ショートに入ってあっていいんじゃない？これで一旦いいかな。よし。ラッキーボーイって1打席？1打席か。したら打たせ取りにしとこうかな。オッケー。なんかもう走力鍛えてるんでね。したら若尾岩尾に変えて最後を固くしよう。片瀬取れ。はい、古賀。オッケー。勝てるよ。勝てるよ。順調すぎてもう1試合いけるよ。はい。では、片瀬で取りましょう。城島あたりが超ノリノリになってくれればいいんやけどな。うわー、それはあかん。武田、走れ。二塁。いや、それは間に合えへんな。まあ、そんな、順調にはいかないと。じゃあ、ラッキーボーイ行きましょう。打たれ強さ。打たせ取れ。よし、ファーストゴロ。オッケー。よし、無事、勝ちました。順調。極まりない。はい、ということで、お、吉川もホームラン打ってるね。ツーラン。山本が145キロ、スタミナが B。武田も走力が上がってるね。B になってるね。鈴江スラブさん。道原がミッド D と。OK。青マスみたいよ。ちょ、ノリノリならんのかい。信頼度か。テンション。山本か。え、山本超ノリノリじゃなかったっけ？普通になってたん？あぶねえ。超ノリノリ5月。うわー、北方。前評判 A。どうしようかな。次にしようかな。うん、次にしときましょうか。前評判 A なんで。はい。いや、次は前評判 A です。いや、C、B、A と、徐々に上がっていく感じですが、まあね、順調に勝ってはきてるので、この春も制したいなと、夏春連覇、そして春夏連覇と、できるように頑張っていきたいなと思いますので、ご視聴、応援、お願いいたします。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。いやー、山本頑張ってるんでね、負けられない。伸びえ、綺麗、丸の山本投手を応援してください。はい。ということで、今回ここまでにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ありがとうございました。